方もマザルコです。ではラスト、ラスト番外編、番外編、これ公式サーバーで番外編、あれ待って、リスタート、1260秒にリスタートになっちゃうけど、じゃあ1200、ちょっとなんか獣がすごくない？家の外獣すごくない？ちょっとね、動きが治りました。再起して、音も治りました。音バグも。どこに獣おる？ちょ、ゲームは大きいかこれ。まあいいか、大丈夫か。ちょっと今、これをリサイクラーにかけつつ、なんだこれ。自販機はこんなとこにあんの？ちょ、もう夕暮れじゃない？これ。これ夕暮れ？朝日どっち？夕暮れ？獣もいるけど、スーパーどこだっけ？スーパー。道路ファームしながら、スーパーで、飯して、やばい、1200秒ってどんぐらい?1200 秒ってどんぐらいだ？やばい、音が復活したら音でかいかもしれん。相変わらずちょっとラグい。相変わらずちょっとラグい。なんか、自販機なんてあったっけ？食い物がないんだ、食い物が。あ、食い物あった。食い物あった。なんかちょっと音が復活し、あーなんかやら、ないね。家がもう周りボロボロ。家ボロボロ問題。ちょ、うるさいこれ。ちょ、ゲームうるさいか？違う、昨日っていうか、あ、待って、熊ごろいる。熊ごろいるぞ。遠すぎか？ちょっと。当たない。熊ごろでも、やられたら、やれ、あれだよな。よくない。渡って、向こうにいる。熊ごろ、早いんだな、足が。足が早いんだ。ダメだ。これダメだ。1140秒。1140秒だよ。すごい変な時に始めちゃった。変な時に始めちゃん。ちょっと。はじめちゃん。あ、いいね、ラグ。快適度が上がるよ。バケツ。これちょっと待って、1200秒ってことを考えてファームしなきゃいけないね、これ。考えてないね、このファームの仕方は。もうがっつりしてんね。スーパーまで行こう、スーパー、とりあえずスーパーこっちか。スーパーまで行こう。スーパーすぐ近くだ。獣いない？ちょっとここさ、獣地帯だから。すごい勢いで獣がいる地帯だから、ちょっと不安ではある。とりあえずリサイクル。リサイクル回して、ここはアンチ。でも、熊ごろはさ。で、この間に、ちょ、うるさいか？あ、コンピューターあった。お、ライフルボディ。でも、そんな次元じゃない、今。ちょっと、カードもらっとく、一応。食料。お、食料ある。よし、食料。よし、食料。食料ください。食料。いいね。あ、水はあるの。あ、いいね。食料いいね。よし。もっとない？結構食料不足なんだ。今やもう食料が必要だもんね。セミボディ。セミボディゲットできたところでそこまでいける気はし、うん、でも頑張ろう。何を。これ取っとこうか、一応。これ一個いらないな。タープちょっととか、あ、布になっちゃった。まあいいか。バケツもいらない。だいぶうるさいゲーム音、ちょっと。ジャンク部品もとりあえずは。じゃあ、多分もうすぐあれでしょ？で、水自体ここだよね。ここ、お水もらいに行くか。せっかくだから。
いや、帰った方がいいか。1200秒。どうなの ?1200 秒。1200秒の960秒。960秒。あ、熊五郎いる。熊五郎いる。熊五郎ちょっとゲットしたけど、あそこの家は元気な家だな。あそこの家、あ、こっちじゃない。こっちじゃない。一応帰る方向で行きますが、あそこのうちは元気。あそこのうち元気だから、ちょっと。ショットガンは拾ったんだよな。あれ拾ったよね。死んじゃったんだっけ？あんま覚えてない。ちょっと遠目からちょっと行って。あ、熊五郎。あれさっきの熊五郎じゃない？これ植えていくか。ラグいな。ヨーロッパラグい。やっぱり、ちょっと。熊五郎をさ、餌にしたい気がするんだけどさ、ダメか。熊五郎、ちょっと。逃げるよね。早いんだよね、足がね。足が速いんだよね。知ってる、知ってる。熊五郎、足が速いの知ってる。お水、あ、お水あった、お水。ここでお水をさ、これさ、もらったりできるでしょ。お水をもらっていこう。それで、開くで、これに、いっぱいもらって、で、お水不足はこれで大丈夫じゃない？ 500 リットルあれば。よし。で、ここの、ちょっと、物資をいただいて、物資をいただいて、すごいドタドタ歩くな。あ、よし、食べ物ゲットした。ゲットした。もう一個お家あったよね、普通の。このお家じゃなくて。こっちか、こっちか。こっちか。ずぶ濡れ、ずぶ濡れ。ずぶ濡れで、ずぶ濡れです。音がすごい。よかった、でも音バグ直って。何が原因だったんだろう。でもシステムが壊れちゃったのかなと思ってめちゃくちゃ検索したんだけどさ、下手なことしてさ、なんか全然動かなくなるの嫌だからさ、そのまま一回起動してみようと思ったら、今回はね、素直に起動してくれたの。何が原因だったんだろう。謎。ただそれを解明してないってことは、ダメか。またいずれなるか。お、来た。ショットガン。これで、おうちどっちだ？おうち、こっちか。すごい。こう開かないよね、でもね。開かない、開かない。あ、変な音出した。開かない。このドア欲しいな、かっこいいな、ドア。780秒。来た、780秒。ちょっと音バグ直ったらすごいうるさくない？大丈夫？ちょっと家に帰ったらちょっと設定を変えないとあれか。あの熊五郎やりたいな。でもここの家元気だもんね。この家元気だからちょっと怖い。一旦お家帰って。落ち着こう。一旦お家帰って落ち着こう。ファームを頑張ってして、で、レベル2ワークベンチまで行ったら、こっちか。2まで行ったらさ、いけるんじゃない？セミオートライフル。ここに植えればよかった、種。まあ、いいか。種こうして。ここに。よし。植えて。今のとこ襲撃には合ってません。ここの家の周り。でも、なんて、720秒。結構意外に秒数あるか？これ。意外に秒数ある。で、狩りに行きたいな。ちょっと一回荷物置いたら。あ、オートバグ直ってる。嬉しい。木。ちょっと待って、木、なんか燃やしなかったっけ？こうやって入れて、燃や、あ、こういうこと？ん？まだ燃やすもんなかったっけ？燃やすもんもないのか、もう。あ、こっちに入れたっけ？こっちこれ入れて、あ、こっちにあるわ。こっちにあるから、ちょっとこうやって入れて、で、いっぱいいっぱいか。荷物がいっぱいいっぱいだ。こっちに入れるもの、硫黄入れるでしょ？これ入れるでしょ？これ入れるでしょ？で、
あとは、一応これも入れとく？で、一旦これ取って、キーもこんなにいらないからこうして。待って、スクラップ全然ないから、全然レベル2ワークベンチいけなそう。いけなそうだな。いや、でもそんな弱気ではいけない。弱気はいけない。弱気はダメ。これなんだっけ？ポンプ式。マガジンサイズ6発。ポンプ式ショットガン。これは？こっちめっちゃ強いじゃん。これどうしたんだっけ？もう何も覚えてないや。で、これは押して。ヒューズが、あ、3つある。これ、あそこ行きたい。港行きたいけど、港怖いな。港はもしかしたら、守り神がいるんだよな。港の守り神。で、こっちにこれも入れとく。すごい、これ100超えられるんだ。これをこっちに入れて、水大丈夫だね。これ飲んで。で、これもこっちに入れるでしょ。で、あとは、これはまた、あれだね。分解だね。あ、飯ここじゃない。あ、ここだ。飯ここ。ちょっと食っちゃって、ツナ食うか。ツナ食って。で、ラグを飾ろう。ラグを飾る。どっかに。快適度を上げたい。快適度を上げたい。ここ。ここにラグ。いや、上にしよう。天井にしよう。天井に敷き詰めたい。ちょっと待って。邪魔。ちょっと。天井に敷き詰め作戦できない。これ。よし。これで、もう一個ここ拾ったらここ。あと、熊五郎も。待って、540秒って結構あるんじゃない？実は。実は結構ある。あると見て。したら、待って。石。矢をもうちょっと作るか。10個ぐらい作って。あ、9個になっちゃったけど、まあいいとして。で、入れといて。これも入れといて。で、木も掘ってこないといけないか。木掘りに行くか。木を掘って、掘るプラス、木を掘るのどこ行こうかな。あっち寒いから、やっぱこっちだよね。こっち側にあんまり木とかさ、岩がないんだよな。やばい、音直すの忘れた。もういいか。480秒。ちょっと微妙？ 480 秒って。木掘るのは。もう木ないんだよ。全然。これ。れないの？アウトポストめっちゃ遠いじゃん。ジャックハンマーどこの騒ぎじゃないや。めっちゃ遠いとこに家作っちゃった。ああ、音が直ってる。この音がないとね、やっぱね。ちょっと大きいですか、これ。音が大きいかもしれない。ごめんなさい。そうしたらね。音でかでお楽しみください。え、こんなとこに家あったっけ？怖っ。え、こんなとこに家あったっけ？怖っ。2回も言っちゃった、同じこと。これさ、いけるんじゃない？これ。壊れない？これ。これ壊れないのか。これどう、壊れないのか。いや、そういうことしちゃいけない。人の家を壊しちゃいけないよ。何やってんだよ、もうそれ。こう安易に。今の木がもらえることはないのか。そう、木がないな、本当にここは。木がよ。あそこ拠点があるから、あそこの近くは行けないよ。怖くて。ほら、守ってる、あの灯台を。灯台を完全に制覇してる、あそこの家は。木がないのに石を見つけた。石を掘ってしまうよ。
これでいける？いけなそう、いけなそう、いけなそう。キーキー。360秒。まだいける。まだキーいける。キー来れる。キー来れる時代。まだ。これ上に行けないのかな？硫黄も掘っちゃおう。硫黄も掘っちゃおう。うん、光ってるとこはないけど。これジャックハンマーだったら一発すぐなのにな。なんか音がする。獣の音がするんだけど。獣の音せんかった今。はしごがある。え、ありがたくないこのはしご。え、誰かがはしごをかけてくれた。ありがたい。あ、いるぞ。なんかいるぞ。どうだ。あ、あ、足音するけどどこ？下かい。もう登ってきたのに。登ってきたのに。大丈夫？降りても。死なない？死なない？大丈夫か。もうちょっと近く行って。あ、逃げるか。そっち行かないでほしい。そっち行かないでほしい。拠点があるから。どこ行った？あ、ちょっと。行かないでほしいんだ、そっち。あ、そう、本当に拠点の方行った、あの人。ひどくない？あっちにもいるぞ、人は。危ねえぞ。まったく、言うことを聞かないんだから。ちょ、木怒るんだって。私は。私は木怒りに来たんだって。よし、ここのはしごありがたいってもう一回言っといて、ありがとうって言っといて。この上に乗ったらあるんじゃない？木ぐらい。あ、一本あった、一本あった。あ、でも向こうの方がありそう。あ、ちょっと待って、ありそう。木ありそう。木ありそう。あ、木じゃなかった。草だった。待って、240秒で何ができる？いや、まだいける。これ木じゃない。あ、雑草、雑草。雑草だった。え、木なくない？え、こんなに木ない？木みんな、掘っちゃった？あとこれ。あ、音する音がちゃんとこの木を掘る音がしますよ、皆さん。この、もう切り株でもいい。210秒。100秒ぐらいになったら家に帰ればいいでしょ。あ、ここの、そうか、ここの木でもいいのか。ここの木をいただくでもいいのか。ここのね、なんか、しだれてる、しだれてる木。今なんか、扉開こうとしなかった？気のせい？嘘だ。私何も持ってないよ。なんて？何も持ってないですよ。さあ、ドントシュート。China number two. China number two. I'm Japanese. Don't shoot. Russian number one. Russian number. え？ロシアナンバーワン。怖い。ロシアナンバーワン、China number two って言ってた。ちょっと、クロスボウとか失ったって。もうこのまま行こう。わかったよ。ロシアナンバーワン、チャイナナンバーツー。あの人は結局どっちの人？あの人どっちなの？中国なの？ロシアの人なの？ちょっと熊五郎いる、熊五郎。どっかに。上か。こう、俺狙われてない？私。熊五郎に。そんなことないか。ここで死んだ。これを消しといて。つけとかないと。あの人またいる？女の人じゃなかった？あの人ロシアの人ってこと？チャイナがナンバー2でロシアが。で、ジャパニーズは。あ、ちょっと待って、90秒しかない。90秒で取りに行ける？これ。行けるか。行ける？いる？まだ人。人いる？
そう、両親に訴えかけてみる？どこだっけ？ここら辺か。確かここに、ここの人だ。あれ？どこ？なんかね、扉が開いた音したんですよ。そこか。そこの人？ちょっと待って。私どこ？どこにいる？私。あの人、ハズマットスーツを着た女子だったよね。私の遺体はどこですか？私はどこにいますか？ここら辺じゃないですか？もう全部取られました？もしかして。あ、いますね、私。何も取られてないパターンある。あ、かわいそうに。あ、全部取られてる。いらんでしょ。全部取られてる。あ、全部取られてる。嘘でしょ。あ、やばい。サーバーが落ちる。あ、落ちた。すいません。今、再起が入ったので、もう一回やったんですけど、また同じ人に、まさる子が持ってたクロスボウでやられました。ベッドで湧きますよ。はいはい。あ、なに？あ？なんか今やられなかった？でね、ここで何してんだって言われたの。だから、ファームしてるよって言ったら殺された。何も持ってなかったからいいか。何回も行ってみるか。もうこうなったら。何回も行ってみるっていうのあり？ショットガン持って。いやーでもショットガン持っても取られるか。うん、ちょっと、どうしようかな。多分だけど、あれってあそこの今見た家の人だと思うんだ。もう一回行ってみようか。もう一回行ってみようか。こっちから行ってみようか、もう一回。何も持たないで。異文化交流ですよ、これはね。どうかな。こう石だけ持ってれば、私、原人ですよ感出して。原人ですよ感出して。どこだっけ？あれ、狼にやられるんじゃない？私はロシアのこと、異文化コミュニケーションすんだ。あの茶色い家でしょ？あ、違うか。こっちの人？ここの人？どこの人だ？どこの家の人だろう？ここの、あ、落ちちゃった。怖さゆえに。え、いけ、よし。ここ怖いな。この家。ここではないか。どこだ？どこの家の人？あ、向こうか。もう一回行って、異文化コミュニケーションしよう。平和をアピールしよう。武力なんか使っちゃいけない。平和をアピール。平和をアピールしていこう。待って。どこだ？あ、どこだっけ？あれ、どこだっけ？家。なんか家あったよね、一軒。ちゃんとした家。これは獣か？あれ、どこだっけ？もうちょっとこっちか。これ獣だよね。獣にやられたくはないんだよ。私はあの子に平和をね、平和を訴えかけたい。あそこの家でしょ。あそこ。Hey, below. Hello.
I'm peace, peace, peace. いないですか？いないっぽいな。いないっぽいな。これ獣の音はまずい。獣来た。え、木来れないじゃん、ここにいたら。ここの人、ここにいたら。いな、お出かけ中だ。もう。どっか多分お出かけしちゃったな。あそこの家の人。ただ外観ちょっと木のところがあったと。木のところがあったってことは、あんちゃん、火炎瓶で。っていうことはしちゃいけないか。やってみる？火炎瓶。いなかったな、おうちに。おうちにはいなかった。ちょっとここら辺の木じゃねえや。凝ってくか。凝れてない。この木が邪魔で。これ石だと全然掘れないんだね。5ぐらいずつしか増えてない。すごい時間かかるぞ、これ。木を先にやってからな。この木が邪魔だもんね。いや、すごい永遠に時間かかる。ピッケルって家にあったっけ？あったか？ちょっとあの人、あそこの家だ。あそこの家か。なんであんなとこに立ってるんだろう。あの人一人なんかな。それともでっかい拠点の人かな。でっかい拠点のうちの一人だったら絶対勝てないよね。絶対勝てないな、それは。ここの木の家ってことはないよね。この下の。やばい、お腹減りすぎてる。ちょっと待って、どこ光ってる？光ってるとこなくなってない？あったあった。あの女子はロシアなのか？今留守だけど。なんかさ、すごいさ、悪い考えがさ、出てきちゃったんだけどさ。家になんか爆弾なかったっけ？家に。あった気がするんだが、どうだっけ？なかったっけ？なんか爆弾。ああいう、あ、これやだ。これ、こういう寝袋。これ壊せないの？壊せないんだ。この家を取っとくか。もう家すぐそこだから別に、こんな。目立つことをしなくてもいいのかもしれないけど。この子は帰って、どっか多分夜になったら帰ってくるでしょ。あそこを自分のものだと思っているな。みんなのものだよ、この広場は。
What to see where you stand? クリック about our なんか言ってる。なんか公式がなんか言ってきた。なんだ公式がなんか言ってきた。いや、これあの大きい拠点からこんな近いんだ、ここ。すぐやられちまうじゃないか、これ。もしあの女子にここを特定されたら。まあ、そん時はそん時か。そん時はそん時だな。で、なんかさ、持ってなかったっけ？爆弾みたいな、これか。これって何？フレーズのやつ。木や鉄筋のドアをレイドできる。鉄板のドアレイドできんじゃん、これ。やば。ちょっと待って、リサーチテーブルってさ、作れなかったっけ？リサーチテーブル、これリサーチできんじゃない？リサーチテーブル。スクラップ20と金属片200。あるよね、金属片と。スクラップ。これでリサーチテーブル。作れる。ワークベンチ1が必要。ある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 。これしよう。よし、作った。リサーチテーブルで、ここに置いて、リサーチテーブル。ほんで、サッチェルを。よくない考えですか？これは。サッチェルを、サッチェルを作って、あの家の、ところに、ポカンとやって、見る。あ、空腹、空腹をなんとかしないと。やばいやばい。食料ちょっとあるよね。何？クラフトテーブル作ったことを褒められたか？これ褒められたな、多分。水飲んで、よし、飲んで、で、リサーチテーブルをここに置けるよね。置けるね。よし、置いて。おお、褒められたね。褒められた。これをさ、これをさ、125。やっちゃうか、これ。覚えました。さっちり覚えました。あ、でも待って、これ覚えてもさ、この豆グレネードをさ、覚えなきゃ意味ないかも。まあ、いっか。あ、っていうか、そうか、リサーチテーブルがないから、覚えたところで。待って、覚えたところで、作れないのか。ちょっと待って、無駄なことをしたか、これ。ウェポン。じゃない、メディカル。な、違うな。アモ？何これ。あれ、爆弾は何？どれ？あれ？覚えたはいいが、アイテムか？覚えた意味とは？やばい、覚えた意味わからん。覚えた意味がわからん。あったあったあった。ワークベンチ1で作れるんでしょ？隠し箱とロープと。豆缶グレネードって、待って、豆缶グレネードって作れないのか、まだ。そもそも。あ、でもあと1個じゃん。75必要。だから、スクラップを集めてくれやいいってことだね。作れるってことだね。OK。スクラップ、スクラップ。スクラップを集めてくればいいってことだから。スクラップ集める。何が必要だ？違う違う違う。鉄で、あれを作んないと。あ、違う。持ってるっけ？ファームできるやつ。あ、持ってるわ。持ってるから大丈夫。持ってる。で、これも持っといて。クロスボウ持っといて。火持っとく。火持っといて。で、クロスボウ作んなきゃダメか。アモって、何で作るんだっけ？石と木材か。石と木材。石と木材。木材と石。石。石で作って、
まあ、いいか、これは入れとくか。あ、金属も入れとくか。で、木入れといて。木ないんだ、木ないんだよ。そう、木がない。あ。やばい、木凝るやつがない。木凝るやつ。木凝るやつ。これとこれで作れるか、木凝るやつ。作れる、よし。で、OK。で、結局のところ、結局のところあれだよね、でも、ちょっと待って、この、これは取り、あー、もっとか。その、炎は作れる。これ人じゃないよね。この足音。人じゃないな。よし、炎できて、こうして、こうして、これ快適度をアップすることによって、こう、治らない？こう上にもこれあるよ。快適度すごくない？ここ。でも50なのか。あ、でもちょっと体力回復してる。これ100までいく？これお腹がすく代わりに体力が上がっているのか。そういうことか。これで100までいくの？今81だけど。80から上がんないのか。快適度が50だと。これラストってさ、夜さ、何もできないよね。とりあえず、これは置いて。で、ピストル作れるんだっけ？もうピストル作れる文明まで行ったんだっけ？あ、作れるのか。パイプ、布、金属片。パイプ、布、金属片で作れる。作っちゃう。いや、どうせこのさ、夜は、パイプの金属片で作れるけど、作っちゃう。一旦パイプの金属片、パイプの金属片、パイプで、これ作るか。作って、玉は何個かあった気がするんだよな。玉どっかにあったよね。あった、30発もある。ちょっと、すぐこんぐらい置いといて。で、ここすぐ置いてって。リボルバー出た。リボルバー。これってさ、あれ、なんだっけ、フラッシュライトってさ、作れないんだっけ、まだ。フラッシュライト。あー、こっち側なのか。まだ足りないのか。75、110、225まで行ったらこれが作れるのか。さすがにか。さすがにこうか、まだ。
す。一旦こうで。で、あ、木が全然ない。とりあえずこれをぶっ込んどくか。木だな。先にずるは木だね。先にずるは木だ。ん？何の音？別に何の音でもないのか、これ。燃えてる音か。松明が。それか消して。多分ここの家だもんね。ここの家、ここら辺の家っていうのをつけとくか、印。ここや、多分さっきの女子の家。ただ豆缶グレネード作るようにならないと、結局、シャッチェルは作れないと。で、今覚えちゃったから、一個現物もなくなって、ブループリントにすると現物もなくなっちゃうんですよね。で、ちょっとファームしたいなぁ。こっち側行く？でもあの女子もこっち側になんか行ったっぽいよね。こっち側とかまで行きたいなぁ。すごいスクラップ集まりそうじゃない？夜怖いけど。夜怖いけど行くか。ワンちゃん。もうすぐ、ああ、でも待って、飯食っ、いやいや、いいか。死ぬかもしれんし。これちょっと海沿いを。それか、ああ、向こう側に渡ってみる。で、向こうは寒いんだよな。これ遠くも見えないしさ、ラストってほんと夜いらないと思う。何にもできないもん。でも行っちゃうけどね。行っちゃうんだけど。東大のところの人たちが今インしてないと信じて、やっぱスクラップが必要。ウェポンフラッシュライトを作りたい。あ、月がだいぶ下になってきたから、そろそろ夜が明けるんじゃない？綺麗な空。あの女子んちここだよね。まあ横ら辺っていうか、同じ位置ら辺を通ってる。灯台照らさないで、こっち。ちょっと。もうちょっとこっち側かな。また何やってんだって言われちゃうから。取っといて。キーホじゃこっちも家あんだよな。なんだかんだで。あ、寝袋が光っています。これ TC がむき出しです。あ、無理だ。ここの家元気か？ちょ、怖えな。そう、見通しが悪いってこんなに怖いんだね。木ないしさ。寝袋あっちこっちにあるしさ。これ今どこら辺？あ、ここら辺まで来た。まあまあ、私はまだ失うものだとそんなにないのでね。やられたところで、銃は置いてきたし。やべ、松明がなくなったらアウト。でもまあ、その付近には、そのぐらいの時間になったら、そろそろ夜は明けるでしょう。周りにどういう家があるのかが全くよくわかんないから超怖い。でも、見えないからこそここ走れてるみたいなとこあるよね。見えたらこっち、怖い怖いっつって走れてないみたいな。これ食料ない？これ川じゃない？なんか目の前に家はある気がする。
あるね。ちょっと通ります。通ります。ここで寝たら危ないって絶対。もう諦めた人か。諦めた人が寝てる、もう外で。はよ、よう開けてくれ。頼むって。私は木を掘りたいんだ。木を掘ってファームをしたいんだ。テーブルがある。テーブルって何か意味ある？快適度が上がってる。10% しか上がんないの。でも 10% 上げるっていうのはすごいことなのか。あ、木だ。あれも家じゃない？ちょっと、何？違うか。ん？獣だ、獣だ。絶対今の獣だ。やばい、ウェポンフラッシュライトが欲しい。獣にだけは。ここら辺ちょっと木ある？ここら辺ちょっと木あるんじゃない？これ。何これ。メイン観音寺誰？何今の？は？今戦車みたいの来たよね。怖っ。何今の？ちょっと待って。戦車みたいな、前見たことあるよ、戦車。ちょっと待って、行こう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 。あの、戦車も何、武器持ってたらダメみたいなやつ？撃たれるみたいなやつ？あの、パトロールヘイトでしょ？ラグラグラグい。EU さん、ラグいよ。しょうがないか、ピングが高いから。怖っ。ここだよね。こっちから突っ切りたいけど。あの、おなごとまた会うかな、これ。会ったら会ったでいいか。ちょ、進まないって、文明が。全然。いろんな脅威にやられて。こっちから行こう。ここでお水だけ飲ましてもらえない？お水どこだっけ？あったあったあった。お水飲みたいです。お水だけでもください。私にね。よし。お水だけでも。なんかある。お、かぼちゃ食べよう。もう食べよう。お水はもういいか。上あったっけ？上なかったっけ？これ上ないか。あれ2階建てじゃなかったっけ？また何しに来たって言われるかな。まあいいか、ちょっとそっちの家も探索しよう。あ、なんか来た、なんか来た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 。あの音は、あの音はやばい音だ。なんなんマジで、あの人。ここはさすがに中にいれば大丈夫だよね。めっちゃ怖いんだけど。俺探されてる？私また出待ちされてる？これ、これをこうやって外せば大丈夫？これ待たれてない？完全に。
あ、いた。動いた。え、動いた？いないよ。誰もいないよ。怖いって。ちょ、チラ見してみる。もう座っとこ。私はただ椅子に座ってるだけですよ。すごい、快適度が 100% だ。ここ。あ、体力上がってく。あ、去っていった。本当に去っていってる？これ。去っていってる？ここで100まで回復するか。すごい、この椅子。開く？あ、カードゲームができるのか、これ。スクラップをスロットにドラッグして、バイ。ドラッグして、バイ。最小100。よし、100になるんじゃない？よし。なった。大丈夫か？出て。大丈夫だね。怖っ！大間さんいる。ちょっと待って、大間さん乗って、さっきの回収しに行こう。自分を。自分を回収。大間さん、私やられたんだ。これ、いい馬じゃない？結構いい大間さんじゃない？まあ、まっすぐ行きゃつく。下だよね、でも。下に降りれる、ここ。降りれない、降りれない、降りれない、降りれない。このまま早いぞ、これ。早いけど。ちょっと待って、なんか来た、また来たってなんか。降りれる？降りれないのか。ちょっとまた死ぬって。ちょっと待って、なんか来た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 。ちょっと死ぬ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 。撃たれる撃たれる。また来た。なんか来た。ちょっとこれ下に降りたいな。下に降りるところないの？そこの家はあの子の家でしょ？下に降りれるとこない？ここどっか。あの戦車みたいな動きのさ、怖いんだけど、全然どいてくんないじゃん。どっから下降りんの？これ。下に降りたいよ、私は。あ、ここから降りれる？降りれないわ。大間さんが降りれないわ。あーっと、つむ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 。さ、あの選手はずっとさ、マサル子を追っかけてない？あ、ここ降りれるんじゃない？あ、降りれないか？降りれないか、これ。降りれないか。どっから降りれんだよ、これ。ここか。ちょっとちょっと。詰まった詰まった。ちょ、目回るって。ここ降りれる？家は邪魔で降りれないとかある。ちょ、ごめんなさい。ちょ、目回っちゃいますね。ごめんなさい。よしよしよし、降りれた。降りれて、だからここ沿いから行こう。戦車が怖いから。すごい勢いで撃ってきたじゃん。何もしてないのに。やめてあげてほしいよね。本当にやめてあげてほしい。ここは元気な拠点か、まだ。みんな外で寝てるけど、大丈夫な、外で寝て。どこら辺だっけ？もっと先か。全然もっと先だ。あっちもまだ元気な拠点か。なんかすげえでかいな、みんなやっぱ。2週間ともなると。ちょっとここでこれを見て、あーって思って。で、こっから上上がったのか。ここら辺から。
多分そうだよね。ここから上上がって、あー、どこら辺だ？あ、いたんじゃない？これじゃない？あ、いた。よし。とりあえず回収できた。よし、回収できた。ナイス、おまさん。ちょっとファームしてくんね。スクラップが必要なんだ。ちょっと待って、またなんか音する。音する。逃げろ。おばさん逃げるぞ。うわ、イノシシもいる。ちょっと怖い。あいつらマジでなんちゅう凶暴な人たちなんだ。すごい追っかけてくんじゃん、マサル君のこと。勝てんて、あれには。あれには勝てないよね。勝てる方法あんの？あれに。あ、どっからいるんだっけ？また分かんなくなっちゃった。ちょっと待って、こんなところにキノコがあるよ。キノコ大事じゃない？ここら辺から降りれるか。ここら辺だ、降りれんの。よしよし。あの戦車見てるのがうろうろしてたらさ、無理じゃん。無理くない？ファームとかすんの。あんなずっとあそこでうろうろされてたら。どっち側に、こっち側に置いといた方がいいか。まあ、おまさん、ちょっとここにちょっと隠しとこう。よし。やばい。よし。どうすんの？あの女子はいるしさ、ここ平和じゃないじゃん、全然。スクラップ入れて、これ食べることもできる。魚の餌に食べることもできる。空腹だ、食べてみよう。おえって言った？おえって言った？ごめんね。食うもんないからさ、食うもんないからよしよしよ。しまって、なんか物資はまあこのぐらいすっきりしてた方がいいよね。あ、鉄尾さんを入れて、入んないかも。もう木を凝りたいだけなんだよ、私は。木を凝らしてくれよ。全然凝れないって木が。ちょっと木凝りに行こう。戦車どうしたらいいのこれ。あそこあっち行くか。ちょっとおばさん隠しすぎたか俺。よし、木を。ちょっと道路ファームもできるっちゃできる。ファームされてる？これも。取られてる？よし。あ、ある。食料。あー、食料やった。食料嬉しい。よし。この辺で木凝りたいけど、目立つか？
いや、いけるか。いけるか。木がないのよ。寒すぎて、あれか。やっぱ寒すぎるよな。やっぱゲーム音全体のゲーム音が大きいかな。やっぱちょっと待ってくださいね。よし、ちょっとゲーム音を程よくしました。大きすぎた可能性があるので。この金庫っても怒られないんじゃない、さすがに。先行ころ。今までこんな木がないところに住んだことないかも。ここすごい不便かも、ほんと。この拠点。まあ、いっか。ちょっとロシアの子、あそこの家は、あれですね。ちょっと問題の、人間性に問題がある子ですね。寒いと体力減るんだよね。でも100だ。寒すぎても。お腹が減っていくのか。お腹の減るのもちょっと良くないんだな。食料がそんなにいっぱいないから。木をいっぱい掘って帰りたいもんだが、欲張ると死ぬんだよね、このゲームね。欲張っていっぱい掘ると死ぬ。今までで一番、まあ始めたてもこんなもんだったけど、やっぱり荷物取られちゃうと、せっかく作ったものとか取られちゃうと本当に文明が進まない。スクラップをいっぱいまだ集めて。サッチェル、豆グレネード、豆缶グレネードを作れるようになれば、ただ豆缶グレネードって豆缶、あれ取っといた方がいいってことか、食べたやつ。そういうこと？それか食べる前のじゃないとダメかな。なんかあるかな。豆缶グレネードの作り方も一応さ、見といた方がいいね。何を素材で取っといた方がいいか分かんないもんね。どこだ。そんなに体力が減らないな。服着てないけど。でも実際問題、こんな寒いところでやだな。裸でキーコールの。もう手とか痛いだろうな。ごめんよマサルコ。ラストの中のマサルコ。知ってるぞ。マサルコは寒がりなんだ。とっても寒がりなんだ。ごめんよ、こんなところで裸で木を凝らせてしまって。あれ？なんだこの木は。ないことになってる。すごい。何この木。あるのにないことになってる、この木。怖っ。おまさん、怖い木があったと。あるのにないことになってる木なんて存在すんのか。ここでじゃあ。
ちょっとだけ方を進めて。これもそうだ。え、なんで？やばい、木が来れない。なにこれ。木が来れなくなった。おまさん、木が来れなくなった。ちょ、怖いから帰ろう。怖い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 。何この現象。ちょ、怖いって。なんでこんなことになるの。怖い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 。ここはファームしたとこか。ちょっと、あっちに寄り道して、ちょっとだけ。でもないか、あんまり。そこに1個あるから。なんかいる、なんかいる、なんかいる。なんかいる。なんかいたね、今ね。撃たれたよね。あれ、マサルコが撃たれたんだよね。ちょ、怖っ。怖い、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 怖い。違うか、マスラコが撃たれてるんじゃないんだ。ちょっと待って、一回帰ろう。キーあるし。キーあるし。ちょっと。一旦ね。一旦。なんか、怖い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 。物騒物騒。物騒物騒。物騒だ。ちょっと物騒だ、これ。と、豆缶グレネードの作り方、ちょっとその前にここに木を。あ、違う違う違う。木を入れて燃やしつつ、やっと木がちょっとたまったわ。で、豆缶グレネードの作り方をちょっと見たい。これでは見れないのか、まだ作れないから。っていうことはどうすれば見れる？あ、これで見れるか。火薬と金属片で作れるんだ。カンカンは必要ないんだ。75必要。今どんぐらい ?43。まだ、まああとちょっとか。あとちょっと。ちょ、お馬さんに餌、餌、これも餌になるじゃん。これも餌になる。これちょっとあげてみるか。何今の物騒な。ちょっとこの辺さ、なんか急に物騒になってきてない？この後に及んで。あと1日なのに。1日2日なのに。ちょ、おまさん、おまさん。ちょ、これ、君に届け。あ、届いた。食ってる。うまい？ブルーベリー。そんなにいらないってこと？そんなにいらないってこと？それか。そんなにいらないってこと？え、1個じゃ絶対回復しないでしょ。1個しか食べてないじゃん。もしかして1個ずつあげないため？そういうなんかあれ？じゃあ1個ずつあげるよ。はい。1個ずつじゃないと食べない、この子。なんというわがままな。結構時間かかんない、これ。まあ、いっか。ここ、安全だし、多分。若干安全な。めっちゃ食うじゃん、1個ずつあげたら。すごい勢いで食べる。これ、そういう仕様なんだ。すごい食べる。すごい、連続でベリーをかぶりついています。イオベリーいっぱいあるから食いな。すごい、全部食べたわ。よかったよかった。
持っててよかったベリー。これもレイドされた家のおこぼれですけどね。ちょっと物騒だな。これ服を着て、でも違うんだ、間違えた。服もさ、ここ覚えてないんだよな、服。本当はこっちか、こっち側に行きたいのか。でもズボンとここ行きたいね、両方。うわ、全然お金足りない。ちょっとお金足りないわ。ちょっと行くか、ファームシに。でも怖いな、そこ、どんどこどんどこ撃ってたべ。どこに行くのが安全なの？こっち側？いや、こっち側でどんどこどんどこ行ってたよね、ここで。ってことはもうこっち側か。こう行ってこっち側に。こっち側の通り怖いな、でも行くの。もう怖い怖い言っていても仕方ないか。行ってみるっきゃないか。行ってみるっきゃないな。よし、行ってみよう。え、全然回復してないんだけど、体力。この子。ベリーダメだ。ベリーは意味がないかもしれない。ちょっと、どうしようこれ。詰まってるこれ。ちょっと待って。この、おまさん詰まったこれ。あ、来た来た来た。よかったよかった。で、こう、大間さん途中で死すな、これ。餌なしで。ここの中っていける？でもあれ、あれか、あそこアークティックベースだから行かない方がいいのか。どこ行ったらいいじゃん。もうこっち、戦車いないか。戦車いないんだったらもうこっち行くか。いないことを信じて。戦車がいないと信じてこっちに行こう。大間さんの体力は全然回復しないし、牧場もないよね。牧場、あれかな、ロシアとかさ、中国の人たちもさ、もう夏休みとかそういうあれなのかな、関係ある？だ、時間帯がよくわかんないんだよな。ただ。なんか人いた、人いた。人いたね、今。あれ多分海岸で湧いた人か。死んじゃって。私も裸馬ですよ、今。裸馬だから弱いわですよ。弱々人間、マサルコ。やばい、いる！戦車いる！ちょっと待って、戦車いる。隠れててもダメ？やられる？これ取っといたらいいのか？待って。なんで戦車ずっといんの、ここに。なになに、どうした、どうした。この戦車って何をしたら攻撃されるのかが全然分かんない。見つかったらアウトってこと？簡単にもう。どっか行った？大丈夫そう？こっち行こう。怖っ。怖すぎるんですけど、戦車。家もあるしさ、どうしたもんかこれ。戦車どこにいる？今大丈夫？ちょっとスクラップをね、集めたいの私。スクラップ取れた？取れた。あの音が怖い。うーんって音がなんかもうしてるようで怖い。
してないんだけど、してるようで怖い。おもさんどこだっけ？あ、おもさんどこだっけ？おもさんどこだっけ？あれ？あ？あ？あ、おもさんどこだっけ？あ？あれ？ちょっと待って、来てない？戦車来てない？こっち。ちょっと怖いんだけど、すごいいるんだけど、ずっとあそこうろうろしてるよね。あの人どかない系か。戦車どかない系。あ、すごい強そうな家ある。やべえ、すげえ強そうな家の横で、あれ？すごい、装甲板で囲まれてるよ。強そう、この家。そこって何？今どこにいんだ、これ。ガソスタがある、ガソスタ。うわ、ちょっと待って、ここすごいだ。モンスターたちがいっぱいいるよ、ここ。すごいな、この辺。ただ堂々と反応する。堂々とね。そういう時こそ堂々としてれば、堂々としてた方がやられない。あ、なんか書いてある。あ、ウェイトスーツ着よう。これちょっと世に紛れるじゃん。世に紛れれる。なんか書いてある。あ、でも全然意味不明。読めない。ダメだ。これ何語かもわからない。何語かもわからない。とりあえず意味はなくなったか？これ。脅威は去ったか？これ。ここで、堂々とね。スクラップ取れた、取れた。もうガソスタいないかな？いるかな？いないかな？いるかな？いないかな？いるの？いないの？いるの？いないの？ちょっと、あ、ラグい。いてもまあしょうがない。いてもね、こんだけここにいっぱいいっぱいの家があるんだから。いっぱいの家があるんだからね。よし、行こう。スクラップ、スクラップじゃねえや、あれしに行こう。解体しに行こう、堂々と。堂々と、堂々と行くことが大事。まず堂々と。堂々と行ってやられちゃったらやられちゃった時の話ね。もうね、動物の音はする。ちょっと来た。ちょっと来たんだけど。やべ、帰りたい。すごい帰りたい。すごい帰りたいよ。なんかいるな。なんかいるな、獣が。入ってこれないや、ここにはね。入ってこれないじゃろ。
主ら。大丈夫じゃな。周りになんかあるか、まだそんなことしてるとやられるのか、マサルコはやられるのか。ここには何もないのか、会ってくれてもいいものを。あ、どこだ、リサイクラ、こっちか。じゃあこの中に何かあるときもあるよね。なんかこれってこれにつけれるんだっけ？あ、つけれたわ。あ、どこだ？あ、出口どこだ？あ、出口どこ？あ、出口どこ？え、出口なくなったんだけど、そんな、あ、あるか。え？出口なくなったんだけど、あ、あるわ。びっくりした。今出口ないなったと思った。思ったよね。どこもいたってみたいな、なったよね、今一瞬。スクラップが集まってきたぞ。よし。あれ、ここまでどうやって来たっけ。大間さん、大間さん失ったんだっけ。あれ、大間さんどこ、まあ、いっか。欲張るか、ちょっと欲張る、これ。あ、欲張らないように、獅子がいる、獅子がいる。ちょっと待って。帰りたい、帰りたい、帰りたい。あったかハウスに帰りたい。あったかハウス、ここの拠点はどんな感じですか。ちょっと、スクラップを。金属の棚はいらないか。どうない、箱ない、箱、箱ないか。あったあったあった、箱。この家ってまだ元気？いや、抜かれてるんだ、これも。ほら、ない、ほら。ふぅ、ほら、なくなってる。ほら、やられてる。怖っ、怖いことしてる、まさるこ。これ、ここの家は別に平気なんだな。ってことだよね、こっちの家は。怖い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 。ここでお借りします。あそこの家の人がレイドしたんかな、あのでっかい装甲版の。しくっちゃおう、はよ。お邪魔しました。すごいお邪魔しました。もうしません。もうこんな悪いことしません。許してください。これ向こうに人いたよね、さっき。ここはここで怖いんだけど。おまさん失って、おまさんどこ止めたか分かんなくなっちゃった。で、この上行くとさ、あの戦車がブン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 言うから怖いからやめといて。入ってないか。そういうことしちゃいけないね。よくないよくないよくないよ。あ、またうんうん言ってる、うんうん言ってる。ここにいれば大丈夫でしょ？この下にいれば。
こっちは人いたんだよな。もうあの人いないか、なんか裸の原人の人いたよね、こっちに。それか、あそこの拠点も抜かれちゃってるってことでね。怖い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 。これ持って帰りたいんだけど、絶対に。セミライだよ、セミライ落ちてたんだよ、だって。リサーチテーブルでリサーチしてさ、作れんじゃん。あ、でも、ワークベンチ2がないわ。通ります。静かに通るんで許してください。もう振り向きもしません。振り向きもしませんから。ほら、上にいる、上に戦車がいる。あの選手ずっとここら辺うろうろしてるの、趣味悪くない？趣味悪いよ、ねえ。戦車の運転手。趣味悪いよ。全身カーキでしょ、もう。普段も。絶対普段から全身カーキ。で、寝るときだけちょっと薄いベージュのやつ着てるんだよ。薄いベージュの上下着てんだよ。で、絶対ね、ゴミ捨ても家事の一環だと思ってる。ゴミ捨てやっとけば俺は家事を手伝ってるみたいな感じの人だよ、絶対。絶対そういう人間だ、あの運転してるのは。あー、ちょっと、見たことのある風景に戻ってきた。よしよし。とにかく帰りたい、今。向こう岸にいっぱい鉱石ある。っていうか、鉱石全然掘ってないから。鉱石ない。あー、そこ怖いよ。見られてる？私のこと。見えてます？もうさ、ロケットランチャーとかここら辺ぶっ放されたら終わりじゃん、私。この家昨日あったっけ、この家。ほんで。怖いよ。あの家に守られてるみたいなとこあるか。マサルコンチ。バレたらもう即なくなるよ、でもうち。でもすごい、セミライをもらったよ。これはすごいでかいんじゃない？でかすぎるでしょ。ただ、リペアベンチで、リペア、ん？今取った？取ったか。よし、帰って、帰って、よし、無事帰宅。やっぱ生きて帰ることが大事。生きて帰ることが、軒並み大事。軒並みね。軒並みよ。なんつったって。来た。来ました。セミライ。これはもう、あと玉がまだ作れないんだよね。玉が作れないのが問題だけども、大問題だな。でも玉作れないのって。だいぶ。だいぶ大問題だなぁ、それはそれで。弾作れないか。弾どうしようかな、作れない問題は。どうしたらいいんだ、弾作れない。すごい、常勤がこんだけ溜まってる初期なのに。すごくない？で、これを持ってだ。ちょっと食料をもう一回ここに入れて。あ、提出もこれ作ったの入れて。あそこでこれもう一回やらしてもらおうか、ボコボコ。石油ボコボコ。で、豆缶グレネードを作れるね。これで。よし。よし、来た。それによってこれが作れるぞ。豆缶グレネードは火薬と金属片。はいはいはい。じゃあやります？ちょっと。一旦ストップしてもろって。ようやく。硫黄が足りないな、これ。硫黄取りに行くか。
利用を取りに行こう。一旦ここに、これいらんのよな。で、してここに炭と金属入れて、でスクラップ一回しまうでしょ。でもうここへ置いといて、で硫黄掘りだ。硫黄結構周りにあったよね、家の周り。掘ってないやつ。あ、ちょっと出たい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 。で、硫黄を掘って、掘って掘って、サッチェルを作って、いやー、ジャックアーマー欲しい。ジャックアーマーが欲しい。これジャックハンマーを買うたびに出てみるか、一回。もうでも夕暮れになってきた。ちょっと近所の硫黄を掘って。光ってるとこは絶対埋まってるパターンだ、これ。よし。あとまだこっちにも硫黄があった。で、こっち行かない方がいいか。あの、おなごは、ロシア人のおなごが。あ、あとそっち。こっちの人にもあんまり音を聞かれると。あれ？なんか下で落とすぞ。あれ？もうこんなとこに家あんじゃん。なんだこのちょうどいい家つって、ボカーンですよ。で、明日には何もないっていうね。ボカーンですよ。あったあったあった、硫黄あった。硫黄って一回掘っても300しかもらえないんだ。岩は 1000だよね、一回も一個のこの大きい岩をやったら。だいぶだから硫黄って、だからあのなんかあのコメントをくださった方で、こう毎回すごい物資がすごいになってるの。なんかあのロケランとかね、あのこのサーバーじゃなくて、あのまったりできるサーバーの方で、それを言われるんですが、動画外でクソほど頑張ってます。これ地道な作業、クソほど頑張ってます。あれ？こんなもん、イオモット湧いてそうなのに、湧いてそうなのに湧いてない。まあ、金属も。出会ったあの女子は結果何をしてる人なんだ。何をされている方なの、本当あの人。ここあの拠点から丸見えなんだけど、すげえやだな。もうこの終盤に来て、ただこんなちっちゃい家をレイドするどうのこうのは、あ、待って、なんか人いる。今絶対人いたよね。違うか。テクスチャーが見えたり消えたりしてただけ？あ？気のせいかもしれん。気のせいかもしれん。気のせいゲーミングだった気がする。ちょっとファームはできるけど、調子のあの方がいいかな。いや、でも、いけそう？ちょっとだけよ。ちょっとだけよ、できそう？あ！スクラップだけ抜かれてる。ちょっと待って、これいるぞ、誰か。なんか変な音する。何の音これ？帰ろ、怖い。あ、でも変な音収まったわ。
でも夕暮れだもんね。これ無理してやるとまた失うすべてを。いや、すべては失わないけど。なんか変な音するんだけど。何この音。は？何の音これ。うるさ。ちょっとうるさいんですけど。何の音だったの今の。すごい音だったよね。パトロールヘリとかいう次元の音じゃないんだけど。でも特になんかあるわけでもなく。今さ、自分家にミサイル落とされるのかと思ったぐらいのデカさだったんだけど。何だった今の。あれ？怖いよ。なんか怖いよ。で、首をこっちに入れるか。で、木をちょっと入れて。で、まあ、これらは、需要だけこっちに入れて、これ、箱がもうちょっと欲しいか、これ。暗いな。で、待って、これでさ、覚えれるものをさ、あれ？またなんかうるさいの来た？これで、ここまで行きたいな。これ、これ覚えたいよね。あ、待って、あれ？ワークベンチ2って、2ってか2ってさ、もう作れないか、さすがに。常勤20、スクラップ500か。スクラップ500か。常勤は十分ある。スクラップやな。なんとかするか。なんとかなるか、これ。頑張りゃなんとかなるか、500。そしたら弾がさえあれば、セミライ作れるね。セミライも、セミオートボディとかあったよね。もうこれもあるもんな。これも作りたい。でも全然覚えてないんだ。この世界線では。これをワークベンチに入れて覚えちゃう。これ作るには、ちょっと待って。作るには。待って、ワークベンチで覚えちゃうか。今もう。そうす、あ、でも覚えるためのコストがないか。ちょっと待って。覚えるためには、いくら必要？うわ、足りない。そうか。すべてスクラップ。すべてスクラップが足りない。これはファームですな。ファームなんですが、今は夜だから、もう行けないでしょう。今夜だから行けない。なんか、変な音。何この音。うるせえ、うるせえ、うるせえ、うるせえ。うるさ。なんなん？うるさ。マジで。うるさいよ、ちょっと。子供が寝てんだよ、こっちは。いないけど。やべえやつだな。いないのに子供が寝てんだよ。やべえやつ。やべえやつ。ほんでもって。じゃあ、夜が明けるまで待って。まあ、スクラップですよね。スクラップ、スクラップだよね。なになに？イノシシ？何、倒されたいの？ちょっと。でもウェポンフラッシュライトがないからな。どっち先だ？セミライが先かウェポンフラッシュライトが先か。いや、フラッシュライトだろ。だとしたら、
ここで覚えれるんじゃない？覚えれないかまだ。逆にとりあえずここまで行っちゃう？行っちゃって、ああ、全く高いわね。全く高いわ本当に。でもスクラップ集めだね。消してもいいか。一個のこの明るいこれで。ちょっとそうはいかない。そうはいかない。ちょっと飯食う、飯食うか、飯食う。飯食おう、飯。飯。飯、飯食って、ここで快適度を上げれば、100になるでしょう。なんないんだっけ、これ。100じゃないとなんないんだっけ。椅子でも置く？あの椅子なんか座ったらさ、すごいさ、あの、あれだったよね。獣たちがこぞってやってきた。獣たちこぞってやってきすぎじゃない？ちょっと。人じゃないよね。じゃないね。なんか戦闘機みたいなやつすげえうるさいんだけど、やめてほしいんだけど。ちょっと。戦闘機。また来たんじゃない？戦闘機。この地図上に別に現れるわけじゃないよね。特にそういうことではないよね。こういうところにあるのはもうさ、ベストショップ、A ショップ、ワークベンチ、コンピューターステーション。はい。拠点があるってことだよね、きっと。低質燃料、常勤。へぇ。なんだこりゃ。ドルマークがいっぱいついてる。レッドカードキー、70%。これどっちがどっちなんだっけ？わ、すげえいっぱいある、自販機。ちょちょちょ。また来た、うるせえの。あ、これは普通のあれか。あー、金持ってたらこういうのも買えるんだね。M92 とかさ、アサルトライフルとかさ。え、16倍スコープとかあんだ。8倍じゃなくて。知らなんだ。ちょっと面白いな。ここもなんかある。あー、こうみんな、硫黄が欲しいってこと？布線を鉱石で変えるってことか。アサクローン、ワークベンチに。これ開拓なんだ、この上のおじさんマークは。ワークベンチ2をさ、2000鉱石、かっこ硫黄2000と変えるんでしょ、ワークベンチに。これよくない？でも買いに行く途中にやられそう。あ、売り切れてる。また来た、うるせえの。うるせえの来たろ、これ。A ショップっていうのいっぱいあるけど。あー、すごい。ここお金持ちの家だ。SMG ボディ鉱石150で売ってくれんの？裁縫道具20。原油。やべ、ロケットランチャーを500鉱石で売ってる。あ、これ近いじゃん。すごい。近いけど、これ買いに。でもロケットランチャー持ってても弾作れなきゃ意味ないもんね。弾も一緒に売ってればあれだけど、いらぬことを考えてるか。ほんであれか、どれだっけ。今これが作れるものだよね。もの一覧だよね。作れるもの一覧だけど、あれ、サッチェルってどこにある？さっきも、前も言ったな、それ。
ツールだ。で、豆缶グレネードが作れるようになってんの。豆缶グレネード4。隠し箱1ロープでしょ。布がすごい必要な感じだね。豆缶グレネードはウェポンか。豆缶グレネードは。あったあったあった。火薬と金属片と。火薬金属片か。火薬を作らないかんのよな。全然足りないな。硫黄が足りない。ちょっと炭さん。炭さんは、一旦ここにしまっておきます。炭さんは。早く明るくなんないかな。あ、こっちじゃない。で、今やるべきはとにもかくにもスクラップ集め。ということで、じゃあ今回はここまでにしますか。ちょっとあの家をなんとかって、待って。もう今日で終わりか？あの女子の家を、あの女子の家爆破計画はちょっと無理かもしれんな。この感じでいくと。まだ明るくなってきた。ちょっとじゃあファームだけするか、一回。一回ちょっとファームだけ一周して。こっち側じゃないと向こう戦車いるから、こっち側でしかもう無理だよね。こっちが人がいる可能性が、さっきどんどこ言ってたんだよな、なんか。で、絶対に欲張らないっていうの大事だよね、欲張らない。欲張らないで、欲張らないで、スクラップを集めたいけど、岩を見つけたらそれは掘ります。すごいラグい気がするのは私だけでしょうか。雪の方は冷たい。寒いか。朝日が眩しい。朝日が眩しい。兵士がいないでほしい。兵士じゃない。なんつうの？研究者。研究者の人結構巡回してるからな。怖いんよな。いないよね。いないね。ただ人だっているんだからね。兵士兵士言うけど、普通の人だってうろうろしてるんだから。ご飯来い、ご飯来た。これさ、いちいちこっちも洗わなきゃいけないのすごいめんどくさい。ロープは豆缶グレネードに使うから。あ、ここら辺いっぱいドラム缶。いっぱいドラム缶だ。ちょっと待って、足音聞こえた？大丈夫？ちょっと足音聞こえない？聞こえなかった今。そんなことない？なんないか。取った今スクラップ落ちた。セミオートボディゲットだけどワークベンチが作れない。ワークちょっと転がるな転がるな。ちょっとやっぱラグですね。ラグですねラグラグパラダイスですね。あ、今なんか撃たれた？あ、違うか。あ、今ピョンみたいな音しなかった。大丈夫？
マジで許して、本当に許して、皆さん。ここに住んでる皆さん、本当に許して。ファームさして、本当。本当にファーム。本当ファーム、本気ファームだから、これ。マサルコ。マサルコの本気ファーム許して。あ、取れた、今。あ、ロープありがたい。食料も。あ、食料。ありがとう、食料。玉来た。玉来た。覚えれる。ちょっと待って、帰りたい。ちょ、帰ろうか。これはさすがに帰ろうか。リサーチかけたい。あーた、誰か。あー、でも、そうか。テーブルがないのか。リサーチかけるも、クソも、クソもっていうか、何も。いや、でも、このちょっとの、行ったり来たりが大事だから。あ、マザルコの影だよ。ほら、影。バカみたいに。なんか来た、なんか来た。何あれ。あれは大丈夫なやつ、大丈夫なやつか。撃たれないよね。ちょ、怖いんだよ。すごい低空じゃない？いや、プレイヤー増えてきた。すごい低空じゃない？ねえ。えらい低空じゃないね。これ物資を落とすやつだよね。もうこの公式の EU サーバーで物資なんか取りに行ったらもう一撃でボンだよ。絶対行けないよ、一人で取りになって。弾大事、弾大事。弾リサーチかけたいけど。これもリサイクル。なくちゃ。で、あ、で、硫黄、そうか、硫黄をちょっとゲットしたもん。ここに、常にこうやって入れといて、ちょっと溜まってきた火薬。ちょっと溜まってきたね。んで、ご飯、こっちにスミさん、スミさんもういっぱいか。これはちょっと入らない。スミさんの箱、スミさんの箱を、ここに一個ちっちゃい箱作ろっか。一応鍵もね、申し訳ねえ程度に、申し訳ねえ程度にね、鍵をね、作っといて。ここにも置けんのかな、これ。ポコボン。こっちにも置けたりする？あ、ここにぴったりはまってそうだけど、置けないんだ、これ。よし。ここに炭入れよう。こっちか。間違えた。ここに炭入れて。待って、鉱石ティーそもそも作れんじゃなかったっけ？あれ。ほら、作れるよね。鉱石ティー作っと。なに？なに？戦いが始まった？こっち方面で音鳴ったな。あ、これをもしかして撃ってる？ってこと？そういうこと？もしかして。でも、ちょっと。宝石ティーあるじゃん。宝石ティーあるんだったら、まだ作れるよね、全然。あ、でもあれか。これがないのか。これってさ、プランターがないと植えても意味ない、これ。これってさ、ちょっとさ、植えてみたい気はするんだけど、ここに植えてもダメかな。日が当たるところに、ここら辺にさ、植えれないの？植えれるわ。
日当たりいいからいいんじゃない。よし、いいんじゃない、ここ日当たりいいし。あそこの人たちに丸見えか。あそこブルー畑だぞって なるか。で、あ違う、でこのままファームだ。なんかボンボコボンボコ音はしたけど、そんなの気にしてる日はない。ちょっとスクラップを集めないと、とにかく。ちょっとこの長い実況になってしまいますが、ちょっと終われない。なかなか終われない、今日。まあ、皆さん作業用ということで、長くタラタラやってますが、これ寒さに弱いっけ、ウェットスーツって。ウェットスーツって意外に寒さに強いんじゃなかったっけ。寒すぎるって出る。足がダメか。あ、でも寒すぎる出ないよ。ウェットスーツ最強じゃない。ウェットスーツ最強説きた。一旦ね、一旦で異様がある、異様がある。異様を掘ってた。サッチェルってどのぐらいの威力があるんだろうな。家が、ここの大きい家があった。あ、向こうにすぐ、ちょっと待って、鉱石って飲んでくるか。まだ家近いもんね。鉱石って持ってこよう、せっかくだから。で、あっち側を掘ろう。ウォーター、なんだっけ、違う、あっちアークティックベースだっけ。アークティックベースの人たちに、住人にバレたらもう終わるから、それだけ注意しないといけないね。あっこの人たちマジですぐ撃ってくるから、そんな速さで、そんな見つけますか、あなたたちはっていうぐらいのレベルで撃ってくんだ、あの人たち。まあ自分たちだって、あれだもんね、あそこの研究所を守らなきゃいけないんだもんね。守んなきゃいけないという使命の中、侵入者が来たらそりゃ撃つか。しても、まあもちろん当たり前なんですけど、こうゲームの中においてさ、こう、撃っても、一発で死なないですよ。まあ自分もそうだけど、一発で死なない。普通考えたら一発だもんね。鉱石ティーを飲んで、鉱石ティーを飲んで、で行こう。なんかこの世界ちょっと昼短くない？そんなことない？そんなことはないか。これ入れとく、こっちに。入れといて、で、これ1個でいいな。これも後で。よし、よしよし、閉めてください。はい、閉めてください。よし、行くぞ。向こうの鉱石のいっぱいのところに行くぞ。アークティックベース近いけども、こう水ないのにポチャポチャ言うのやめて。ちょっと音立てないで、あんまり。さあ、こっち行けない？ウエットスーツ着てるからさ、結構これ行けるんじゃない？こんな。あ、ここ普通に行けるんだ。あ、ここって普通に全然行けるんだ。へえ。ならば、こっち、今ここにいる？アークティックベースに見つからないように、人にね、アークティックベースの人たち見つからないように、ここら辺で一旦これじゃない？はい、うまい。はい、うまい。ここ、カンカンする。もう。
なんかわからない言葉が、これロシア語か。ロシアの人いんか。EU サーバーだけど。いい、まあそうだよね。ヨーロッパ、ロシアってまあヨーロッパっちゃヨーロッパだもんね。今ちょっとブーストしてるからみんな許してほしい。もう絶対この世の中あれだよな、このピッケルでやってる人いないよな。みんななんだっけ、ジャックハンマーだよね。でも遠いんだもんな、欲しいけど。そりゃジャックハンマー欲しいですよ。もう遠いし、お金がね、お金がそういう、そこに使えるお金がまだないのですよ。ないのですよ、こちとら。そこまで、上まで行って大丈夫かな。これ見つかる？これはあれじゃない？アークティックベースを襲った時に助けられた岩じゃない？違う？硫黄がいっぱいある。大丈夫かな、ここ。大丈夫かな、ちょっと怖いな。こう、撃たれない。あ、いる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 。怖っ。これ見つかったら撃たれるかも、ワンちゃん。そこ、落ち気味に、落ち気味に。光ってるところとか、そういう次元じゃない。でも、そういう次元か。大事か。怖い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 、ここ怖い、マジ怖い。あ、振っちゃった振っちゃった。よし、ここから大丈夫だ。怖いなぁ。いたね、白い服の人。こっち側に住人あんまいないのかな。寒いところだから住みにくいから、みんなあんまり住んでないのかな。いや、油断しない方がいいとは思うけどね。あ、いるわ。全然屋上とかに、屋上っていうか、山頂に家が建ってるわ。そしてあとスクラップも必要だけど、とりあえず、鉱石を。いや、怖いな。ここだけ1個やったら一旦向こうに戻るか。すごい、なんかチャット欄が異国すぎる。日本人いないだろうな。ぐるっと回ったりする余裕はあるか。これは今どこだ？こっち。一応家からは離れてるから不安ではある。でも向こう側にちょっと鉱石空いてるから。あの山頂って家だよね、多分。なんかわかんない。すごいチャット欄が盛り上がってる。すごいわかんない。こんなにわかんないもんなんだ。英語だったらさ、ワンちゃんちょっとさ、雰囲気でさ。このままこれでやっちゃえ。バケツはいらない。ここは一応なんか通りがあるんだよね。通りがあるけど、あるけど怖え怖え怖え。どうしよう、怖いから、怖いけどもどんどん家から遠ざかってることも怖い。すべて怖い。鉱石ない？せっかくここまで。あ、なんかある、なんかある。何これ、も家？え、レイドするためのなんかみたいなやつ、これ。あ、そうだ、きっと。怖いよ。戦いの後、これもね、きっと。きっと戦いの後。KTO2 って言ってる。なんだ？何の話だ？あ、硫黄いっぱいある。硫黄いっぱいあるぞ。急に寒すぎるって言い出したじゃん。さっきまで大丈夫だったのに。やばい、ここら辺ちょっともう怖い。未知の土地すぎて怖い。
あんまり行きすぎない程度にする？いや、ここすごいな。ここはすごい。ここすごいぞ。ちょっと見ようが。これは見逃せない。これは見逃せないな。もうすごくない？ここ。マジで。何ここ？あ？ちょっと固まったんだけど。え？マジで？あ、危ねえ。危ねえ。再起っていうか、よかった。無事でした。途中落ちたけど、ここで寝てた。誰も来なくてよかった。本当によかった。ただ、ブースト時間がこれで減っちゃったんじゃない？今ので。だいぶ入れなかったよ。またろこ。わ、ここ、大きな拠点あるじゃん。でもまあ、大丈夫か。欲張って大丈夫かな？もうちょっと。もうちょっと欲張っても大丈夫か。こっちも欲張っちゃう？これ。こっちも欲張っちゃうか、これ。よし、欲張った。欲張っちゃった、これ。ちょっと鏡ながらやろう。そうでもないか。無理か。ジャックハンマーだったらすぐなのに。こう硫黄祭り。あ、なんかこう仕掛けてあるよ。トラップが。トラバサミが。こんなところに。なぜだ。こんな意地悪をするのは誰だ。まったく。これトラバサミ気をつけないとあるのか、この先も。一旦帰るか。ちょっと遠くに行きすぎた。いや、でも欲張りたい。向こうもちょっと欲張りたい。もうちょっと欲張りたい。チャット欄が賑わってきたのが怖いけど欲張りたい。あ、でもちょっとあそこ怖いな。ちょっと怖いな。あそこちょっと怖いね。回ってるしな。ちょっと怖いな。それもこっち側にしよう。うわぁ、ちょっと、撃たれてる。私撃たれてる。撃たれてる。撃たれてる、撃たれてる。撃たれてる。ちょっと待って、撃たれてる。何？誰に撃たれてる？スナイパーじゃない？これ。スナイパーされてない？これ。完全に。スナイパーだ、これ。あぁ、ほら。くっそー、いっぱいあれしたのに。ちょっと、ショック。ちょっと、回収しに行こう。もう、このまま。やっぱり、あそこの拠点の人か。回収に行きたい。でも、いるよね、絶対。また行ったら。でも私は行く。恐れずに行く。いやー、硫黄がいっぱいあったのに。もう全然ダメだ。やっぱ、こうしてすごいね。すごいや。でも恐れずに行く。やっぱあそこの拠点の人かな？怒ったかな？周りでうろうろやってたから。いや、取られてるんだろうな。あそこか！あそこの人かも。位置的に、あの高台の。ってことはもう無理じゃない？これ。取りに行くの。
大回りして、それかそこの人か、どこの人だ、そこの人か、作って一応ね、寒すぎて死ぬかも。でもどこから撃たれた？白熊いるやん。ちょっと白熊いるやん。どっから撃たれたんだろう。ちょっと待って、これさ、一回ここに印つけとけばまたやられる可能性あるな。どっから撃たれたかでもだけでも知りたい。もういい、鉱石はまた掘ればいい。あそこの拠点じゃない？こっちじゃない気がする。あっちな気がする。っていうことはまだ見てるよね。あそこじゃないでしょ。そこから撃てる窓がないもんな。なんかよくわからん強い銃を使われたよ。ほら、やっぱあそこじゃない？だとしたらさ、どうしたらいいこれ。これ行ってもまた撃たれるよね。撃たれたら撃たれたでいっか。一旦ここまで来た。ここはどこ？私の死体どこ？どこだっけ？こっち側に逃げてきた気はしなくもない。違うか。あれ、どこだっけ？どこだっけ？ここまた撃たれるよね。撃たれると思うけど。あれ？どこで死んだ？上に逃げてきて、あれどこだ？この死体を見つけるのが大変なんだよな、意外に。このゲーム、あ、ここだ。やっぱあそこだ、絶対。取られてはない。よし、帰ろう。あれ、撃って楽しんでるだけ？あの人たち。ちょっと怒ったんか。多分あそこだ。今んとこだ。あの高台だわ。ちょ、帰ろ。もう取られてはなかった。物資。物資取られてはなかったけど。まだわからんね。鹿さんどいて。鹿さんすごいどかないじゃん。あれ、撃って楽しんでる輩たちだ。まあいいけど、物資があっただけ。物資があっただけよかったけど。いやー、ちょっと通ります、ごめんなさい、通ります、通るだけです。間違えた。まで来たら大丈夫？うわ、家あるって。でもこういうとこでやっちゃうね。いらねえ、いらねえ。これでも誰か取りに来てんな、これ。いらねえ。この人か。ちょっと通ります。
通るだけです。マジで。マジで通るだけ。本当に。何にもしない、何にもしない。打たないで。だから。本当にお願いします。よし、見逃してもらえた。はあ。で、ちょっとね、ちょっとこういうの欲張っちゃうね。ちょっと欲張っちゃって。よし。このまままっすぐ、まっすぐ帰りたい。家まで着こう。なんとか。これ、あと追われてきてないよね。やだよ、そういうの。でも、鉱石、よかった。拾えた。強い武器で、弱い人を、殺して楽しんでいる人だ、あれ。でも物資が残ってたし、取りに行った時に、狙ってこなかったのは、ちょっと慈悲を感じた。はぁ、あ、帰ってきた。鉱石をたっぷりでもないけど、拾えた。よし。よしよし。いいね。溜まってきたね。いいね。ここにこれを入れといて。も入れといていいんじゃないですか。これで豆缶グレネードを作ってやる作戦、ちょっと結構できるんじゃないですか。申し訳ないけど、私を怒らせた罰です。私を怒らせた罰。これだけはこっちに入れる。で、ちょっと待って。キー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 。あ、これ。よし。で。これで、あれ？硫黄はこっちでいいか。これでさ、だいぶ、あれじゃない？あ、こうだ。こうで。こうで。この木こりのこれも、木これるやつもありがたい。なくしちゃってた。あ、でも一個あるのか。石いらない。でもいらない。整理して、すっきりさしときたいから。これで、これをつけて、豆缶グレネードを作りたいな。まあじゃあ、ちょっと今回はここまでにしますか。それでまた、ちょっとだいぶ長くなっちゃったかもしれないけど。んで、次、豆缶グレネード作って、サッチェル作って、申し訳ないけど、ここね。これ消そう。でも消そう。ここね、ここのお家をちょっとね、やってみたいかなと思います。ご視聴ありがとうございました。次回、お楽しみに。ゲームが上手になりたいな。もっとみんなに褒めてもらいたいから、コントローラー握る。でも、いつもお母さんは似ていてばかりで、俺を。